おはようございます。おはようございます。はい、本日は、はい、アルプスアウトドアサミットに行きます。はい、はい、私が去年行ったイベントで、はい、大変お気に入りましたので今回確か連れてきました。はい、去年はね、私は友達の結婚式で行けなかったので、うん、今回初参加ですね。はい、私はちょっと目当てのものもあるんでね、うん、ああ、そうですね、うん、お買い物したいと思います。はい、はい、本日もよろしくお願いします。お願いします。行きましょう。はい、はい、めっちゃ涼しい。めっちゃ涼しいね。長袖です。涼しいけど寒いぐらいだ長袖2枚にしてますしてた、うん、楽しみだねできるよね、一つ目の買い物まあ、なくなると困るからね。ね、うん、あと3つしかなかったか。あと3つだった、よかった、うん、T シャツとかもめっちゃ可愛かったね。T シャツの後に見たいよね。ね、いくらだったね。あ、ですよね。そうです。この時はお世話になりました。こんな感じで使わせてもらいました。あ、失礼します夏はこのおかげで進むんですよ。あ、そうですか。ありがとうございますよかったです、ね、全然全然ですよどんどん増える出品されるために動物が増えていや、いいね。去年このちっちゃい小袋いただいてめちゃめちゃキャンプに使えたんですよ。もうそれ売ってほしいって言ったんだよね。そう、お持ち歩きにもいいですし、うん、お土産とかにも。なんかいろいろ味が入ってるって感じですか。そこにもあるんですけど、全部で16袋くらい、1種類が2袋ずつ入ってて、で1つあのふりかけも入ってて結構辛いんですけど面白いそれが一セットになってますね。うん、へえ。いいんじゃない。うん。ね、リックもらっとこうか。かしこまりました。え、めちゃめちゃいいじゃん。これがね、欲しいんですよね。うん、これがね、めちゃめちゃいい。なぜ欲しいかというとですね、ランクル70が来るので。こういうのが欲しいんですよ。可愛い。あのめちゃめちゃいいです。うん、あのドイツのものなので、手作りで職人さんが一個一個作ってるので、ものすごいし、このスナップも外し終わったりしてるので、めちゃめちゃ硬いので、うんまあ、つけるのちょっと大変なことはあるんですけど、逆に外れにくいとかなので。一応このセットで売ってはいて、はい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 、してもらえれば好きなようにつけてもらって。例えば、こんな感じで好きなところ。あ、はい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 、あ、これででもワンセットって感じなのかな。もうワンセットで買うっていう感じ。あ、そうなんだ、うん、どのセットを買えばいいか悩むね。悩むね。うん、小物を入れたい、うん、そうですね。お財布入れとこう。そうですね、ちょっとライト、もっとここでバスにライトやったりとかでいいので。色は何か取るか今ね、もう絶賛議論してて、ね、もう、これなんじゃないかなもう心よくまで議論してもし決まったら声かけてもらえる。はい、ありがとうございます。かけて、これ外すと丸洗いできて、で、もちろんビニール袋もここに引っ掛けて、これでつけるっていうような形になってるので、結構使い勝手は、車の中のゴミ問題はこれで解決しましたね、はい。うん、579だったかな、うん、359でしたか、ね、359ですね。これは一番大きい。あ、一番大きいサイズ9ですね。うん、だから M です。おお、ちょうど息が。そうだね、こういう感じで。あ、はいはい、すごい。あ、すごい。1200円、1500円。はい、うん、いいんじゃない。うん、どうだろう、いいかもね。うん、じゃあこちら吸盤タイプと、はい、車の首につけるタイプと、はい、M サイズ、 M サイズのこのお色で、はい、はい、お願いします。車の後ろのやつはお色と考えるか。そうだね。はい、ちっちゃいですね。
ちょっとセットがまだあったな。がやっと防災推奨品マークを取得することができまして、はい、今まで登山とかアウトドア向けの方たちに売っていたものなんですが、まあ、いろんな災害の時にお役に立つってことがやっと世の中に認められるようになりました。おめでとうございます。あるんですけれども、そうですか。どんなのが分かんなくて、いくらなんだろう。これが一応種類が今日2つ持ってきていて、代表選手のこの宗谷ミニというものが5500円になります。で、この一つ浄水スピードがこれよりも速い、水が出しやすいのが5940円。へー。商品のいいところっていうのが、まあ、いろんな浄水器がある中でほとんどのところがフィルターを交換してください、バッグに使えてくださいってところが多いんですけど、これは中のフィルターがめちゃくちゃ強い素材でできているので、はい、自分で綺麗な水で逆流するバックフラッシュという洗浄方法をすることによって最大38万リットル38万リットル25メータープール1杯分ぐらい、やば。1日10リッター例えばお二人分の水で浄水したとしても102年ぐらい持つっていう計算です、そうですね。使い終わったらやっぱ汚れた水がここにやっぱりフィルターで溜まってくるので、必ず先ほど言ったメンテナンスを 2,3 回やると、多分泥水が最初いっぱい出てくるので、そうですよね。それが透明になるまでやって水が溜まるので、こう水抜きしてで乾かしとくだけで大丈夫です。で、一つ説明をしておかなきゃいけないのは、これフィルターが一応 0.1 ミクロンで1万分の1ミリの穴、はい、そこに通して引っかかるものを除去するっていうので、水溶性のものは通してしまうんです。なので、はいはいはい、海水とか、はいはいはい、温泉の硫黄とか、あとは例えば工業用水とか洗剤が入ったような水とか、はいはいはい、そういうものは通してしまう。例えば入浴剤の入ったお風呂のため水もない、なのでそういったものをちゃんと避けて、まあ、物質を取り除くっていうような意味で川のきれいな浄瑠璃で取ったりだとかっていうイメージで使っていただくのがいいかなと。ありがとうございます。めっちゃ勉強になりました。いっぱい喋っちゃった。検討くださいませ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これがもうアウトドア用に使えるよとか、チャッカーが自分でやるやつ。点火用ライターで火つけるやつですね。あっちはまたさらにパワーアップ。はい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 、同じ時間数だけれども、まあ、火力が強いよね。でこっちが電気ストーブですね。モバイルバッテリーで動くことすごいね。ね、お子さんとかいらっしゃるとこういう方がいいじゃないですかね。そうだね、安全装置で周りが熱くならないからね。ね、色かわいいよね。色かわいいんだよ。アウトドアに特化してる感じ。しかもちゃんと入れ物あんだよ。ね、でロゴめっちゃかわいいんだよ。ロゴめっちゃかわいい。去年出した。ああ、そうなんだ。視力が近年が弱ったんですけど、もう少し大きい視力が欲しいと多くいただいたので、はい、新しくこちら10月1日に販売開始した。ああ、そうなんだ。こちらが 3.3 キロワット。サイズとしても一回り、はい、視力としても一回り、すごい。できないほやほや。すごいですね。オーラ3。今回じゃ在庫なしで全ての人は。ステンレスのやつ。でっか。ね、こっちがチタン。やば、総重量 5.6 キロなんだけど。軽い。で、こっちは去年もあったモデルで、マイクロのやつだね。かわいいね。でね、オーラのね、でかいサイズがね、今テントの中に入れてあるって昨日インスタライブで言ってました。失礼します。おかっこいい。これやばいだろう。もう巻き割りしなくていい。なんかさ、喉元すぎれば暑さじゃないけどさ、ちっちゃいのから大きいのにしてって冬の間巻き割りしながらさ、わめいてたのにさ、巻きずっとしまう頃になったらさ、まあ、いっか、このままでって言い始めるから、もうこいつら本末転倒だよ。お値段7万5900円でございます。いや、まあ、そのままでしょう。いいお値段でございます。ちょっと欲しいんだよね。
ちょっと欲しいんです、うん、メスティでもさ、大きいサイズ入んないんだよね。大きいサイズのかメスティ、ちっちゃいよね、ちっちゃいサイズ、ね、そうね、うん、大きいもん、大きいもん、ね、うん、保温性あるのさ、いいよな、いいよね、雑貨の、なんか、うん、よくわからんタオルに包んでる私たち、なんだろう、あれ包んでくれてるダメすぎるこれギアポシェットだって、いや、かわいいな、ね、なんか今さ、火つけるやつとか、うん、マッチとかがさ、結構ごちゃごちゃ入ってるじゃん、あの、はいはい、あ、確かにね、あれをこれにしちゃう、確かに、それはめっちゃありだね、うん、結構あれだな、もう一回り大きくてもいいかもしれないけど、はい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 、ファイヤーライターが入るかな、あー保留、保留、保留、はい、はい、うん、流さないタイプのメイク落としてメイクになりませて浮かせてティッシュ落とするメイク落として、はいはい、近いのがリムーバーとか拭き取り系のフレーミングが近いんですけど、はい、あれどちらかというと摩擦の力も利用してるんですけど、今のやつは製剤だけで出せないので摩擦もあんまりなくて 100% オイルだけで作っているので、うん、その後のスキンケアもいらないと、うん、クレンジングとか洗顔と同時にフスも終わるっていう、いやなんでこうテントの中でこうメイク落としたりとか、はい、その登山行って山頂で日焼け止めを落とすとか、うん、そういったあのところで使う、2つ種類があるのは、そうですね、こっちが、ミネラルオイルベースで、うん、あの誰でも使えるようにすごいシンプルな食品してて、こっちがホホホオイルベースでプラスビタミン AC、うん、よりちょっと美容に特化した、うん、レンジング力は一緒です、うん、あ、そうなんですね、吸ってきたらすのでちょっと反対の指でくるくるなります、ね、お、すげえ、あ、すごー、で浮いてきたやつをティッシュで押さえるみたいな、おー、すごいよ、すごい、もう少しちょっとオイル、はい、余計なオイルをちょっと吸い取ってもらってそれで終わりって感じです、すごい、でも 100% オイルだけですけど、あんまりベタベタもしない、全然しないです、はいはい、ちょっとしっとり続かなぐらいで、なんかいつも一曲ないよなって思いながらあの拭き取りのやつで拭き取ってるんで結構そう、僕らもこのこういった展示会でして初めてこういったみんないやいややってるいや、そうなんですよ、めっちゃいやいややってるんですよ男性も使いいただけるので、そうか、日焼け止め落としに使えるからか、あと朝の洗顔代わり、はい、あのひげ剃り前を、はい、僕は朝あの洗顔代わりで、うん、塗ってで実証をしてその後こう示す、かなり深取りできる、いつもね、おもむろに、いや、そう、おもむろにやってるからね、よくないなと思いながらやってるよ、かわいい、ね、パッケージも特許取ってなって、ね、結構そうなんだけど、ね、かわいい、めっちゃかわいい、ストップザスクリーンっていうコンセプト、なるほどね、あ、もう全部画面見ないで、うん、もう音楽と今の体験を楽しみたいんだって、めっちゃいいコンセプト。しかも触り心地めっちゃいいですね。そうなんですよ。操作感もめちゃくちゃ。ダイヤルもステンレスの削り出しを、稲の工場にお願いしてやっていただいて、で、一個一個僕がハンドメイドで組み立ててお話ししてるんで。じゃあ、インスタ見て、あ、本当ですか、ありがとうございます。見てみようと思って来たんですよ。これすごいですよね。これはこれもね、かなりあのこだわって作ってる商品。こんな形であの自然の色を発色として、なるほど。なので、本当だ、はい。これ画像は自分で撮る画像も、あ、そうですね。あの基本的にご自分で撮影された写真を使っていただいて、いろんなその自然の色彩を楽しんでいただけるような。木につけられるので、両手を使って夜作業したり、あとここにクリップがついてるのでポケットに入れて、夜をちょっと安全に、はい、過ごしていただいて、これいいですね、ですよね、そうなんですよ、意外とこれがあの山登りとか、うん、キャンプとかしてるのに、そうですね、
基本的なつけたり消したりはここで、ここにできるんだ。ちょっと固めのボタンが入ってまして、はい、かなり強く押す形になるんですけど、はい、で長押しでここは明るくなって、かなりギューッと押さないと反応しない。しかもこれ押した時に反応ここで分かるんですね。そうですね、分かるようにちょっとクリック感とかがないので、明かりで、いいね。すごいな。だいたい満タンにするとどのくらい持ちますか？満タンで明るさによるんですけど、このマックスで2時間、でこの一番暗い状態でちょっとね、何週間か持つ。何週間つけっぱなしで、まあほぼないと思うんですけど、まあ、ずっとついてる。へえ。いや、これすごい製品ですね。もうアプリのインターフェースもめっちゃいいですよね。あ、そう。ありがとうございます。うわ、やばいな、これ。これは、ポケットに入れていただいて、使うタイプのコントローラーになってまして、ここに入ってますけど、はい、この上から操作ができるようにしてて、まあこの曲じゃないなって思った時に、やっぱりこうでっかいスマホを出してみて、その時の体験が崩れてしまうので、その体験の気持ちいい体験を継続しながら音楽もいい感じに DJ で浸る。なるほど、これやばいですね。これに完全に心奪われる。すごい、ありがとうございました。ほんまや。ちっちゃくなってる。ね、ああ、すご。すごい。おもろい。おもろいね。ね。ヒントはね、うん、あれなんですよ。歌がいるかと思いきやいませんでした。うん、山岳テントさんがいました。はい、灰色かっこいいよな。サイズ2つある感じ？なるほどね。めっちゃかっこいいよ。軽いね。すごい、めっちゃ軽い。楽しいですね。楽しいですね。お腹空いたんですけど。じゃあお昼食べますか。はい。キッチンカー行こうか。お腹が空きました。はい、外に行きましょう。はい、じゃあ。美味しそう。すみません、私だけ。もうバクッといっちゃってください。松本ブリアリングの IPA でございます。IPA のしかも。はい、IPA でございます。よろしくお願いします。はい、どうぞ。いただきます。いっちゃってください。飲ませられないのが大変申し訳なくなるぐらい美味しいです。うん。うま。私も食べよう。ぜひ。いただきます。はい、ということで、はい、イベント行ってまいりました。はい、思ったよりいろいろ買った。確かに。スナさんが一番大きい買い物してました。はい、とんでもないです。今年の冬も安泰だな。そうだね。ね、うん、はい、アルプスアウトドアサミットとっても楽しかったので、はい、来年も開催される際はぜひ皆様見てください、はい、では本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次回も見ていただけると嬉しいです。ではさよなら。バイバイ。バイバイ。